皆さん、ボンジュール、トシカキューバーです。株式投資、2020年はかなり厳しい投資です。どの地域でも株価が下落していますので、分散しても全く効果がないです。アメリカ株はマイナス 18%、日本株はマイナス 8%、欧州株はマイナス 16%、新興国株はマイナス 15% です。そこでアメリカ株が一番下がっていますので、アメリカ株はもうダメじゃんと思う方もいると思います。ただアメリカ株はまだまだ最後の投資先です。そもそも5年間のスパンで見ると、アメリカ株はプラス 61%、日本株はプラス 35%、欧州株はプラス 2%、新興国株はプラス 2% です。アメリカ株の圧勝です。もちろん今はアメリカ株は一番下落しているんですけども、これからも期待できると思います。理由は収益です。今日はぜひ皆さんも覚えていただきたいのはこれです。このチャートは S&P 500の EPS、一株当たり利益の推移です。250年近くの歴史がある中で、もちろんいろんな危機がありましたけども、ずっと右肩上がりです。これは本当に強いところです。つまり S&P 500に採用されている企業の利益はずっと上がっているということです。これこそアメリカ株の優位性です。1928年には S&P 500の EPS は 1.11 ドル、配当金は 0.8 ドルでした。2021年は EPS は 157.87 ドル、配当金は 60.4 ドルまでに上がりました。つまり約100年間で EPS は178倍、年利 6% で上昇してきました。配当金は77倍、年利 5% で上昇してきました。それは株価も上がりますね。要はアメリカ株はただのバブルやとよく聞くんですけども、企業自体は成長していっているからこそ投資が集まります。投資家が重視しているのは、投資している企業はちゃんと利益を出しているのかというところですので、アメリカ株はそれに最適です。一方、日本株はどうなのかというと、2008年から2020年までに見ると、日経平均株価の EPS は850円から2100円までに上昇しました。10年間で 2.5 倍、もちろん悪くないです。EPS が上昇していますので、日経平均株価も上昇してきました。では、同じ期間で S&P 500はどうなのか。2008年にS&P 500の EPS は 57.38 ドルでした。今は 157.87 ドルになっていますので、同じ期間で 3.5 倍になりました。つまり、どう見てもアメリカ企業の成長の方が早いので、投資家が日本株よりはアメリカ株に投資することになっています。株主還元の意識で考えても、自社株買いや連続増配など、この点についてもアメリカ企業は本当に優れています。だからこそ最高です。その背景から長期の株価の実績を見ると、1980年から日経平均株価はプラス 162% になっているんですけども、S&P 500はプラス 2287% です。要はアメリカ株は日本株の4倍の成果を出しています。こう見ると日本株は死んでるようにしか見えないですね。そもそも日本株はアメリカ株に勝ったのは1984年1月から1991年9月までの期間だけです。要はバブルの時代ですね。その時に日本企業は本当に世界のトップに立っていました。それも確認できるのは時価総額のランキングです。こちらは年代別の時価総額ランキングです。1990年を見ると、ほぼほぼ日本企業だらけです。トップ10の中に日本企業は8社です。多くの人にとっては、
懐かしい時代ですね。日本は元気な時代もありました。どんな企業だったかというと、NTT、三菱 UFJ 銀行、日本工業銀行、三井住友銀行、トヨタ自動車、富士銀行、第一勧業銀行でした。銀行が多いですね。お金をいっぱい貸して、どんどん企業を成長させて、美味しい利息をもらって、という時代でした。で、バブルが崩壊しました。今の時価総額ランキングは全く違います。今はトップ10では、アメリカ企業は8社です。日本企業は0です。今の1位は、サウジアラムコ、サウジアラビアの石油会社です。ただ、それは原油価格が高騰しているからだけです。なので、そのうちにアップルが1に戻ると思います。というか、今よく ESG 投資と言われている中で、石油会社は世界一ってほんまに腹立ちます。どうせ ESG 投資はただの詐欺って皆さんも分かってますね。投資の目的は儲かることなので、ESG かどうかは関係ないです。話に戻りますと、Apple、Microsoft、Alphabet、Amazon、Tesla、Berkshire Hathaway、Meta、Johnson & Johnson、今の世界のトップはこの企業です。つまり、これからもアメリカ株に投資するのは一番いいと思っています。もちろん短期で見ると下がることも必ずあります。ただ、長期間で見たら、アメリカ企業の収益性もどんどん成長している中で、アメリカ株は最高の投資先だと思っています。アメリカ株一本ってちょっと不安だなぁ、と思う方もいると思います。もちろんその気持ちは十分わかります。将来は誰もわからないからです。過去の実績はあくまでも過去のもので、将来の保証にならないのはその通りです。要はこれからもアメリカ企業は一番成長していくのか、それは誰も言い切れません。その時に一番無難な対策は世界全体に投資することです。そうするために VT、バンガード・トータル・ストック・マーケット・インデックス・ファウンド・ ETF があります。全世界株式に連動している ETF です。9636銘柄で構成されています。世界各国の大型株、9000社以上に分散投資するのは、それは安心ですね。経費率は 0.07%、配当利回りは 1.65% です。株価は5月20日の時点で89ドルです。VT を地域別で見ると、アメリカは 58%、日本は 6%、イギリスは 4%、中国は 3%、カナダは 2%、その他は 24% です。もちろんアメリカは大きいです。VT は時価総額加重平均型の ETF です。つまり時価総額が大きい企業は大きな割を示しているということです。先ほど見たんですけども、時価総額ランキングではトップ10では8社はアメリカ企業です。トップ100まで行っても60社はアメリカ企業です。60% ですね。なので今の時点では世界の最も大きい企業はアメリカ企業なので大きな割合を示しています。そこで将来的にそのまま続くとそのままのバランスになりますし、他の国はもっと成長していったら自動的に企業が入れ替えられます。要は何もせず VT に投資するだけで世界全体に投資することができます。つまり世界の成長が続く限りは VT の株価も上がっていきます。注意点として世界全体に投資することになりますので、スタイルのリターンにならないことはご理解いただきたいと思います。S&P の ETF、VOO と VT を5年間で比較しますと、VOO はプラス 61%、VT はプラス 32% です。つまり全世界株はアメリカ企業の半分のリターンです。要は世界全体に投資しますのでアメリカ株の成長もあるんですけども、成長しない株は足を引っ張ってしまいます。それはしょうがないです。ただ将来的にアメリカ株はずっとトップなのか誰も予想できません。
そこで少しリターンが低くなっても、全世界株に投資してもいいと思います。ずっとアメリカ株だけに投資して、気づかないうちに他の国に抜かれたら、それを急に自分で調整しないといけません。それはちょっと大変です。要はできるだけ投資を自動運転にして、全部調整してくれる VT に投資するのはやっぱり一番楽かなと思いますね。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。この動画は良かったと思っている方は、ぜひいいねボタンを押していただければ大変助かります。またぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。あとは Twitter もやっていますので、ぜひフォローお願いします。リンクは概要欄に貼っていますので、ご確認をいただければと思います。最後に皆さんから何か説明してほしいのがありましたら、ぜひ下の方にコメントをしていただければと思います。コメントに必ず回答しますので、何でも言ってください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次回で